はい、皆様こんにちは、ターキーです。それではファイナルファンタジー14続きやっていきましょう。随分ですね、ゴールドソーサーに入り浸ってしまって、全く思ってメインクエストが進んでなくて、でもデブチョコボちゃん、デブチョコボちゃん違う、コチョコボ、コチョコボゲットできたからいいかなと思って、コチョコボだったっけ、そもそも何だったっけって話ですけど、コチャチョコボくんですね、ポコですね。今回からしばらくこのポコちゃんを連れていきましょう。頼んだぜ。タタルさん、ただいまです。あう、ご迷惑おかけしました。ターキーさんのご活躍をみんな知ってもらいたくて、ついついペラペラと。いいんです。なんかタラちゃんみたいな感じになってるけど大丈夫？さあ、結局もうターキーさんはね、どの国の、おやつカンパニーに入るのか決めましたので、おやつカンパニー暁の間に入って返事しましょうか。ミンフィリアさんに返事。お帰りなさい。演説はどうだった？各国が抱える問題は大きいけれど、あなたならばきっと解決に向けて進んでいける。何かを学び、何をなすか、すべてあなた次第よ。とはいえ長旅で疲れてるでしょ。少し休みながら考えるといいわ。決心がついたら将校さんに伝えてあげてね。あれ、アルフィノー君とアリーゼちゃんだったっけ。あの冒険者はどこの組のグランドカンパニーを選ぶんだろうね。さあどこだろうね。いずれにしてもこれで世界は動き始める。アルフィノー、あなた本当にこれでいいと思ってる？あれ、アリゼちゃんがなんかおこださ。どういうことだい、アリゼ。各国の演説を聞いたでしょ。どの国も自分の国の問題と綺麗事ばかり。確かにそうだった。原因を深く調べるでもなく、まるで第7連載なんて忘れてしまったかのよう。確かに綺麗事だったかもしれないがね。気づいたかい、アリゼ。各国の名手たちは光の戦士たちを引き合いに出さなかった。全く思って出さなかったというか、記憶がないんだよね、光の戦士たちはね。そもそも光の戦士たちは第7霊祭からエオルゼアを救った英雄だ。その英雄を出さなかったということは、各国がそれぞれに自立を模索しているということ。このエオルゼアは霊祭で深く傷ついた。それでもどの国も明日へ向かって歩み出している。万族万神、エオルゼアにはまだまだ問題が山積みだ。各国のグランドカンパニー、そして暁の決明、彼らはその問題を解決する鍵だよ。いいかい、アリゼ。明日のために、未来のために、第七霊祭は過去にしなければならないんだよ。なるほどね。前を向いて歩こうってアルフィノ君が言ってるわけだ。おじい様はあんな奴らに未来を託したわけでも、組織を残したわけでもないわ。それに対してアリゼちゃんはめっちゃ激おこなんですけど。私のやり方で世界の明日を見つけてみせます。やっぱり双子なのかな。お互い目指すところは同じはずだ。いつの日か分かり合える日も来るよ。だといいわね。あ、お嬢様お待ちください。無理にでも分かり合わないといけないのさ。
それが僕たち啓米の宿命なんだから。あ、やっぱり兄弟なのか。それに鍵は扉を開くためにあるだけじゃない。過去を知りたくもない真相を閉じるにもまた鍵は必要なのさ。確かにね、なんか含みがある言い方だけど。グランドカンパニーを選択します。この3つの国の中で見事ターキーさんのお眼鏡にかなった国は、ズルル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 ルデン、イムサロミンサ、君に決めた。演説はどうだった。メルティブ提督の意志が君を国家団へ呼び寄せると信じているよ。というのもね、最初グリダニアにしようかなと思ってたんですけど、ウルダハはもう一回ちょっとまあ救ったことがあるというか、レムサロミンサもちょっと危機を救ったことがあって、でウルダハにしようかな、グリダニアにしようかなと思ってたんですけど、リムサロミンサ一番最初の最初に訪れた国っていう思い入れもあり、なおかつちょっとね、蛮神が2体ちょっと絡んでるっていうことで、やっぱりちょっと協力した方が良さそうかなと思ってね、リムサロミンサに決めました。その返事が聞けて何よりだ。君という優秀な仲間を得て我らの活動も順風に帆を上げるだろう。そうと決まれば早速正式な手続きをしたい。旅の準備を終えたらリムサロミンサへ向かい、国家団の軍令部に行ってくれ。大変喜んでいる。よろしい。リムサロミンサの上皇搬送、受付の人事担当官。ごめんね、不滅隊と総者隊の方々。なんとラウバーン局長ではなかったかしかし、いやしかし、慣れればあの渋さも、ね、まあね、あの王女様にはちょっと可愛いと思っちゃったけど。総者党の方、すまんな。グランドカンパニーの遺跡は自由だ。我ら総者党はいつでも君を歓迎しよう。じゃあちょっと今からキャンセルできます？ダメみたいです。デジョンで向かおうぜ。あ、デジョンちょっと今あれか、デジョン今ロード中だから、船でリムサロミンサに向かってからにしましょうかね。国家団に入ろう。さ、やってまいりました。人事担当官にね、話を聞いてみましょう。冒険者よ、何用だ。ここはリムサロミンさんのグランドカンパニー、国家団の軍令部である。入団を希望する。ようこそ国家団へ。お前が FF か。すでに連絡は受けている。早速各種取り決めの説明と略式であるが入団式を行うとしよう。フォークオーク、騒がしい。何事だというのだ。なんとか部隊より伝令。はいはい、ん、これなんて読むんだろう。なんとか部隊より伝令。定地ラノシア上空にて、ハイウィンド飛空車の小型飛空艇が帝国軍の攻撃を受けた模様。飛空艇はそのまま定地ラノシア、シダーウッドに不時着したとのこと。なんということだ。主力の
陸戦隊がサハ原族との小競り合いで出払ってるというのに。 FF 正式な入団前で悪いがお前の力を貸してくれ。飛空艇には民間人が乗っている。あの辺りは帝国軍の偵察範囲。帝国軍と衝突した場合惨事は避けられん。緊急事態につきこの場で お主を特別任官とする。先行してシダーウッドへ向かい状況を確認せよ。なんかスペシャルミッションもらったんですけど、任せとけ。ちゅうわけで次はシダーウッドに行ってまいります。とりあえず今回はここで終わりですね。ご視聴ありがとうございました。